そうですね、こういった中間ポジションで顔を出して、うん、吉田サイド攻撃で人数は揃ってますからね、どうアイデア長谷川泉宮に宮原のところ押し込んだがどうだどうだ、ゴール割ったか、名古屋追加点になりました。前半の31分、宮原にゴールが生まれたでしょうか、あるいはオウンゴールかというところ。まあああれだけ時間かけて、まあ、最後は剥がすわけですからね、ここね、はい、崩して、宮原が触った最後触りましたか、しますよね。ただ、ね、宮原があそこまでゴールも攻めれるっていうのはね、うん、あ触ってますね、うん、今シーズン初ゴール、うん、微妙ですね、どうなんですかね、もし決めていれば今シーズン初ゴールということになります、はい、あオンゴールですね、オンゴールですね。